はい、どうも皆さん、ビスタンです。演奏動画の本編をさっさと見たいという方はこちらの時間まで飛んじゃってください。概要欄にも目次のリンクを貼っておきます。今日の動画の趣旨を説明します。今僕スタジオに入ってるんですけど、こちらの時間を見てください。2020年の12月1日夜11時の43分。はい、ほんで僕ね、朝までスタジオに入ってるんですよ。なんでかっていうと、あと15分ほど、つまり12月2日0時ぴったりになった瞬間にですね、キングヌーの最新曲占領役者のミュージックビデオが公開されるということで、その新曲が公開された瞬間から、即座に僕が練習をして叩いてみた動画を世界最速で上げようという企画になってます。今ね、12時になって朝6時までスタジオ撮ってるんで、新曲を見て、それを練習して、そのまま撮影して、家に帰って編集して、オケも制作して、アップする。これを朝までに行いたいと思っています。そのリアルタイム感というか、ライブ感みたいなものを感じてもらえる動画にしたいなと思ってます。あとは、ま、こんな感じで撮影してるんだっていうような制作の裏側みたいのも感じてもらえるような動画になるんじゃないかなと思ってます。イエイ。もう少しね、新曲の公開まであと15分ほどあるんで、叩いてみた動画用のカメラのセッティングとか、パソコンの準備しながら、楽しみにワクワクに待ちたいと思います。はい、見てください。12時になりました。ここにね、パソコンあるんで。うわ、来たーいや、プレミア公開楽しいよね。僕もよく自分の動画でプレミア公開こうやってやってるんで、その時告知するんでよかったら見に来てください。5、4、3、2、1。鳥肌がやばい。コメントしよう。やばいな、ほぼ6万人見てるよ。やば。これで今が24時6分なんで、ドラム練習速攻開始したいと思います。やばいな、これ。終わるかなぁ。お疲れ様でーす。いやー、このドラムめちゃくちゃむずいけど、楽しい。ただ目の時刻が2時4分と、だいたい2時間弱っすね。集中してがっつりコピーして練習してみました。ドン。いつものペースで行けば3時とか4時には撮り終えられるんじゃないのかなと。それじゃあ撮影していきます。よくよく考えたらさ、僕のこのバケツかぶっての行動全部フロントのスタッフさんに見られてんだよね。恥ずかぴー。はい、今撮影が終わって、おお、ゾロ目、演技がいいですね。あー、楽しかった。アドレナリンが出まくって全然眠くないですね。片付けて、スタジオは6時までなんだけど、早めに帰って編集し始めちゃいたと思います。それでは一旦バイビス。お疲れ様でした。寒くなってきましたな。見て見て、満月。はい、ただいま。はい、すいません。部屋着に着替えてきました。今からはパソコンのデスク作業ですね。午前4時26分。外もまだ暗いですね。さすがにちょっと帰ってきて一気に疲れが襲ってきましたけど、なんとかここを乗り越えたいと思います。今、頑張ります。はい、というわけで、皆さん見てください。ただいまの時刻が6時22分でございますね。そしたら、おい、コーヒーこぼした。思ったよりは早めにいい感じのドラムの音の調整と主役となるメインの音源が作れたので、こっから編集すると。今が6時22分なので10時までには終わりたいなーって感じです。完成した時間軸で会いましょう。レッツゴー。おはビス。はい、見てください。12月2日朝の9時21分です。ほぼ動画が完成しました。あとは書き出して、サムネイルなどを決めてアップロードしたら皆さんの元に届けられると。っていうか、もう今届いてると。あー、ありがとう。やっほー。僕も大好きなキングルーの新曲、ドキドキしたまま楽しみに MV を見て、そのままのこのワクワク感と、うわかっけーって気持ちのまま戦わせてもらいました。まあでもやっぱりね、やっぱ全然付き合き場なんで、もうかっこよさがね、石油さんとは段違いなんですけど、ドラムと曲への愛が伝わってくれたら嬉しいなと思います。それでは改めて聞いてください。ビスタン一生懸命叩きました。キングの新曲で占領役者。
さあ、いかがだったでしょうか。この超かっこいいキングヌーの新曲カバーさせてもらったことによってね、やっぱめちゃくちゃ叩きながらね、石油さんのビートとフィルインを自分の中に取り入れられるとめちゃくちゃいいインスピレーションになりますね。本当に今唯一無二で最新鋭のスーパーアーティストだと思います。本当にかっこいい音楽をありがとう。そしてね、ちょっと今日は気張って、12時から今10時過ぎですかね、まあね、ぶっ続けで頑張ってみましたけど、なんでそこまでやんのかというと、これ真面目な話、見てくれるからなんですよ、あなたが。うん、あなたが見てくれること考えたらマジで楽しいし、全然苦じゃないし、うん、なんかやりがい、生きがいを感じてます。本当にいつもありがとう。なんでよかったらコメントでメッセージください。そして何より月並みではございますが、高評価とチャンネル登録、そして通知をオンにしてください。僕のチャンネルベルマーク通知をオンにしてくれてる人が一般よりすごい少ないというアナリティクスが出ちゃってるんで、ちょっと悲しいんでね、もしよかったら通知もオンにしてもらえたら嬉しいです。これからもハートのこもった、そして楽しい音楽にあふれた動画をお届けするんで、リスさん応援よろしくお願いします。というわけで、いってらっしゃい。睡眠はちゃんと取りましょう。バーイビス。